はい、YouTube 皆さんこんにちは、アニマルランドにようこそ。はい、やってきました。もうね、1年で一番興奮するかなかなかなという日になります。はい、楽しみですね。サイクルスポーツデイズやってきましたよ。ね、今まで史上一番目が覚めてるかも今日本当にいつもない眠いのいつもマジで。あ、そう。ではね、早速入っていこうと思います。中行きますよ。レッツゴー。イエース。はい、くぐっていきます。はいはいはい、入りました、入りましたよ。さあ、今日1時間早く来ちゃったんだよね。そうだね、1時間早く来てるんですけどね、もう先に入って撮ってっちゃってくださいなみたいな感じだったんで、はい、もう入っちゃってます。はい、そんな感じで入ってきました。今日はヒラリーも動画を撮ろうかなと思ってるの。おー、楽しみですね。はい、うわー、なんかそうね、なんか、うん、いつもちょっとボリュームがある気がするんだけど。おはようございます。あ、やるんですね今日は。あ、今日はマウンテンバージョンで。はい、よろしくお願いします。今日は娘連れてきてます。娘さん。はい、ヒラリです。ジップ FM の、 あのナビゲーターだっけ、ナビゲーターやってます。はい、はい、そうです。お母さんにでよかったです。いや、本当自転車も乗ってるんでね。そうなんですよ、ほとんどの趣味をお父さんから。そう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 、そうなんですよ。そう、なんかやってます。いや、本当に。こうでしょ。こうやって。そうなんですよね。そう、ね、そう、よく育ってくれました本当に。お母さんのおかげだね。本当そうだね。本当にね。何もしないよね。そう、何もしない。はい、よろしくお願いします。はいはいはい。はい、ビッチャーも。あ、道はも、はーい、お久しぶりです。よろしくお願いします、ね、そっか、道はも見たかったんだよね。あ、ここがホイールのところなんだ。あそこからホイール自転車入れて、ここでホイールやんですね。はい、いや、これ今回初めてなんですよ。これ、うん、これはよその展示会でもやってないですよね。初めてですよね、このですよね、このタイプは。うん、そう、すごい初の試みで、すごい楽しみだなって。ああ、これね、これね、これ、あの、こう、いや、これだけで売ってるっていうか、まあ折れたら片方変えるとか、そういう感じのやつなんですよ。これはね、画期的ですね。折れたら1本ずつつけるのかと思ってた。いや、それは普通はそうなのだけど、これはね、全部一体になってるんですよ。そう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 、これはね、フランジからスポットまで一体になってるものなので、面とそれの効果になります。そう、よそのメーカーではこれができないんだけど、ここだけはこういうことができるという。そうそうそう、普通はこうですね。これは1本ずつ変えれるんですけど、そうそうそう、うん、さんとケンスケさんにとって違う、これすごいですね、うん、今まではね、なかなかできなかったから。そう、画期的な感じですよね。まあ、カーボンはやっぱり自由に成形できるっていうのがメリットなんで、はい、まあ、こういった使い方をするのが今後主流になってくるじゃないかな。ねえ、カーボンの精度がすごく求められる、うん、そう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 、すごい、うん、これはね、びっくりなんですよ。もう浅草でびっくりしたっていう、僕が。よろしくお願いします。白と黒。ああ、はいはいはい、あの絵の三浦のところですね。三浦今人いないんでね、あれ三重かどっかのメーカーで、あ、リドレーさんですね。よろしくお願いします。なんか本当ボリュームが、今日はナナナさんが BMC にいるって言ってたから、今、あ、いらっしゃいますね、あそこに。はい、ナナナさんブースです。はい、ちょっと始まる前にちょっとね、行ってきます。はい、ここはナナナさんブースですね。 BMC って書いてあるけど、ナナナさんブースになります。こんにちは。また偉いことになるんじゃないかと、
思っております。めっちゃ本屋さんで見かける。あ前、うん、そう前もう見つけてすぐ写真撮っちゃった、うん、ありがとう、うん、あ今日はこっち向きにちゃんと置いてるんですね。ムムムになっちゃうから。そうやってたつもりやけど、うん、そうやなと見たこれ。そうきましたか。社会さんとのオリジナルライトも出ますし、今日は本の販売とサイン会もやります。ね、むちゃくちゃ売れてますよね。もうみんな買ってる。ありがたいです、はい、頑張ります。やりましたね。めちゃくちゃ素敵。そう、ね、はいはい、本を皆さん手に取ってもらえるって、うん、こんなにたくさんの人に手に取ってもらえるって、今やっぱネット社会やから、うん、どこまで皆さん本に興味を持ってくれるかってちょっと怪しいやねんけど、はいはいはい、うん、皆さんなんか、あ、そうだね、くださってすごい読んだよっていう感じで、うん、意外とまだまだアナログなのかな、みんなね。なのかな。やっぱなんか好きな人のとかは実際に紙で欲しい、ね、欲しいよね。残しておきたいとかあるもんね、うん、前なんかトヨタの本屋さんで表に置いてあって、そうなんだ、あーと思って、そんな売れてんだ、嬉しい、うん、すごい、ね、このユーチューバーでのサイクリストがこんなここまでいけるんだ的なね。私が一番びっくりしたね。そんな売れんのかなとかって思ったりしたんだけど、うん、全然いけちゃうよね。びっくりです。私が一番びっくり。明日もサイン会やるんですか。明日もやります。今日も明日あ、ね、大変だ今日は。すごいんだよ人が。ここね、えらいことになる。もう絶対フチッコ、フチッコにさせられたんじゃないかなみたいなぐらい。そうだよね、並んだよね。なんか分かったですけど、確かにスペースだいぶ。そう、これだったらね。なんとかなるという。そうそうそう。では今日はよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。はい。今まで史上一番元気なのが私よ。ね。このオープン前のこの感じがいいですね。まだみんな準備して打ち合わせをしております、ね、ヤマハさんもしっかり打ち合わせをしておりますね。ありがとうございます。こんなところをうろうろしております。ありがとうございます。はい、サイクルス、あ、リゾさんですね。リゾさんは試乗してきてほしいって言われてます。はい、エヴァディオン、エヴァディオンも来てますよ。はい、はい、どんどん来てます。もうとりあえず一回ねずらーっと見ていきましょうかね。帽子とかも可愛いね。なんか面白い形だね。おはようございます。おはようございます。左戻らなかったよね、違和感あるわね。え、うん、あ、おはようございます。今日いっぱい出るといいですね。もう思いっきり騒いときましたから。はい、うん、僕もやろうかなと思ってます。多分や明日もやりますよね。あ、そうですね。ね、はい、多分ね明日ねメンバー揃うんでわーってやると思いますけど。はい。猫のやつ。猫のやつ。ああ、猫のやつだね。ああ、はい。そうそうそう。さあ僕は何が出るかね。そう、酒場かか。アメサワかゆるぽた詐欺のどれかだって言われてますね。はい、よろしくお願いします。はい、ここはね話題のホイットックです。はい、これね新しいシフターですね。すごいですよ、クラフトさんに。あ、新種松本の、あ、専門学校のところだ。そうだそうだ、うん、金通ですね。で、加藤祭、あ、加藤祭挨拶しておこう。加藤祭、あ、ほんと、うん、おはようございます。あ、今日お姉さんは来てないですか。あ、挨拶前で、あ、わかりました。はい、おはようございます。おはようございます。あ、よろしくお願いします。おー、すごい、あ、かっちょええね。高級感ある、うん、これ全部自転車につけるっていうかやつなんですね。これそうなんですね。あ、はいはい、ですね。すごいすごいすごい。よろしくお願いします。ありがとうございます。膨らんでるここのテント。
はい、アソスですね、はい、アソスはいつもね膨らましてます、いつも膨らましてますよはい、あ、レックマントさん、はい、レックマントさんもね、こんにちは。そう、今年はいらっしゃいましたね。あ、そう、去年は場所だけあって、あれーって感じで、はい、ありがとうございます、よろしくお願いします。はい、サイコロジーさんです。あ、キャンプ、これね、後でちょっと見たい、うん、あなたも後で見に行こうよ、これ去年、マスカルちゃんが一番、おはようございます、よろしくお願いします。はい、サイコロジーさんですよ、新しいの持ってきてますよ。シガーさん、シガーさんいない、あ、はい、ノベタイムですか、うん、いや、イエス、うん、ぜひ、今度の電動、あ、電動、うん、あ、はい、じゃあ見に行きます、はい、はい、バイバイ、また、うん、シガーさん来てないです。ヒョウの形をしたロードがあるんですよ。あの、ヒョウをイメージした、うん、そう、あのロードのデザインをしている方です。はい、ダディの英語がすごい急にコミッションだった、うん、はいはいはい、はい、ここ神ハギですね、はい、されたはい、神谷です。ユミヤミさんはなんかやってますけどね。あれ、あ、こんにちは。あ、こんにちは。あ、はい、また行きます。はい。AI ですか。はい。そう、AI でね、制御してるやつ。ちょっと大阪でちょっと話をして。あれ、ユミヤミさんはそっち？あ、ここなのね。はい、ユミヤミさんのブースになりますね。はい、あ、あ、そう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 、うん、オリジナル作りをしてまして、はい、フィニッシュの思いも、うんうん、あ、本当だ、このボトルも弓弓ボトルなの、あ、ボトルは違うね、エリートのボトルね、はい、エリートのボトルと、あ、そうなんだ、靴下と、うん、そこに缶バッジ入っとって、うん、の温泉のタオルで、あ、はい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 、あ、弓弓チャンネルの温泉タオル、はい、はい、で、ありがとうって全部書いた、はい、おー、偉いっすね、あ、ステッカーもあるよ、ステッカーも入ってる、うん、はい、ですね、え、大人気、これ、大人気の、大人気なの、あ、うん、これもうね、そうそうそう、何度も見てる見てる結構みんな使ってんだよね、これ、そうそうそう、え、弓弓さんでこのレベルって言ってみんな言ってるよね。いや、いい、いい、いいものと言って、いい、うん、なんか安っぽいものじゃなかったみたいなさ、弓弓さんすげえみたいなね、うん、で、あ、缶バッジとね、缶、うん、バッジとタコス、はい、じゃあみんなね、買いに行かないとね、はい、よろしくお願いします、お願いします、おはようございます。よろしくお願いします。はい、来ております。これ着てきて暑かったかなと思って、失敗だな、絶対寒いかなと思ったんで、もう一枚持ってきてます。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ノースウェーブですね。で、リザーブと。でオルベアですね、オルベア、はい、はい、島田さん、今日は、あ、今日はイケメンさん来てます、イケメン、今日はイケメンさん来てます、はい、はい、島野でイケメンさんといえば、もうね、はい、あの、はい、先行して映させていただいております、はい、ありがとうございます、はい、そう、瀬戸の市場の時には、はい、このステッカーもらいます、おー、マジですか、来るだけで、いや、来てインスタをフォローして、あー、はいはい、インスタフォローですね、はい、あー、もうこれいいですね、はい、特別仕様ですんで、おお、はい、皆さんいただきにしましょう、そうですね、今日はシューズのフィッティングと、あと向こうでホイールの試乗できますんで、ましたね、あの、お客さんのフィニッシュを持ってきてもらって、ホイールを試せます、はい、あとアイウェアも、アイウェアもありますね、ヘルメットですね、結構レザー人気ですよね、うん、おお、はいはい、あ、はい、
ではよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ライスポーツさんですね。あ、ダホンのあの犬が入れるカゴだね、あれ。犬が入れる後ろのカゴ、うん、そう、大阪にも来てた。アブリーストンも試乗の試乗車をたくさん用意してますね。はい、え、そう、ここまだだね。ここの三つがまだだね。もう結構最初にわーっていけちゃうね。あ、はい、ありがとうございます。これは何、プレスなの？プレス、今回プレスで入っております。はい、はい、関係者やね。一応ここはね、毎回呼ばれてるんですよ、もう何年も前から。うん、そう、はい、そんな感じです。あ、そう、名刺交換しましょうよ。そうそうそう、すごい気になっていて。そうね、別に遠くというわけでもないし、そう、一回絡みたいなっていうのは非常に思っていて、やろうかっていう話があったんですけど、そう、弓山さんとかね、あとおかずちゃんとか結構あ、そうなんですね。あ、アテンド兄、そっか、アテンド兄さんか、そっか、そうだよね。あの、一応、うん、本職としてはもうブロックのイベントでアテンドライダーとして、また、はい、よろしくお願いします。はい、はい、パワーアップジャパンさんです、ね、えーす。今回あの、あれ、レグリさんはあ、これ、あ、こうなったんだ。だいぶ変わって、ね、カンカンじゃないんだ。そうです、もともとあの、こっちの時はうん、アルティメットディフリーザーって名前にしたんですけど、ちょっとなんか急に和のイメージが湧いて、あ、はいはいはい、へえ。缶のやつは売らないんですか？あの、缶のこの、缶をこれから出すよ、うん、これからなんですね。今日はあの、なるほど、ユーザーさんイベントが、あ、はい、そうですね、400ミリ、あ、はい、僕はね、いつも2リッター缶で今もやってる、うん、からね、うん、あ、けどこれ一応来月ぐらいから、うん、あのベースとか、あ、はい、あ、まあ、問屋さん経由で、はい、あの発売が開始。なるほど、酒飲みのおじさんです、まんまです、はい、そうなんですよ。もう何かとやるんだけど、最後に必ず酒を飲むっていう家帰ってね。後でします。そうそうそう、あ、来るんですね、今日。あとで現物か。あ、じゃあ、あの、後で、はい、現物見に来ます。はい、すごい、じゃあ後で、よろしくお願いします。お願いします。ボーマーです。ボーマーおなじみっすね。フォークだけ売ってんだ。あ、フォークだけ変えて売ってんですね、ボーマーの。へえ。あ、エリートですね、うん、エリートですよ。楽しみですね。ゴラテックとフォーカスで、ジェイテクトです。はい、ジェイテクトは地元感がなんか強いんだよな。はい、チャプター2です。はい、これはね、ホイールの、ベアリングを作っている会社です。はい、中の、ここの中のベアリングだけを交換して、それがね、むちゃくちゃすごいという、すごい回るベアリングということで、うん、話題になってます。意外といい値段しますけどね。すごい。チャプター2です。こんにちは。よろしくお願いします。はい、スラム。はい、エイブスです。はい。はい、また社長は忘れ物かな。あ、そこで遊んでんだ。で、遊んでんじゃない、営業してんね。ちゃんと営業しとる。ちゃんと営業しとる。仕事しとる。うん、遊んではいない。あ、これはさ、先ほどのサン、うん、サンティロさんです。はい、サンティロさんですよ。はい、です。はい。インバイク。あ、これインバイクなんですね。おお。結構迫力ありますね。イメージのスタンダード、うん、
タイプだけど、はい、でも大体同じデザイン、うん、同じ感じで、うん、ミニタイプ、うん、ああはい、イタリアのモーターポリニー、うん、すごいかっこいいですね。黒のいいバイク、あと、あ、黒いバイクもあるんですね。これが一番小さいの。あ、はい。これ55。これはいいバイクではないですよね。でも今一番小さいサイズ。あ、はい。これなんですか。あ、これは私のデザイナー、レンジのベル。あ、ベルなんですね。これ私のデザイナー。JR みたいな。JR。一番モード。ああ。はい、結構大きい音しますね。ここはずっと、例えば今スキルで、ここはずっとここ。なるほど。すごい。JR いいね。JR いいね。だけど JR 来て何だろうなってみんな思うからね。台湾のスクーターだから私知らないの。ああ、そうなんですね。このセッティングの。はい。あんまり JR 好きかもしれない。台湾そうですね。名古屋競輪で BMX のレースがある。おー。あ、作るんです。これから作るんですね。すごい。来年の7月にオープン予定なんで、あ、はい。できたらぜひ遊びに来てください。ねえ、いいですね。すごいですね。さあ、ありがとうございます。ねえ。うん、鍵ですね。鍵と電気と。電気とはい、東商会さんですね。東さんとこ、あ、これね、これこの間浅草で、何これ、これはね、あのハンドルの前のところにつける、あのサイコンつけるやつですね。長い、うん、いろんなのタイプがあって、あの丸い、こういうタイプって普通にハンドルだからつけれるんだけど、ヒラリのみたいに長っぽそいやつはね、こうがにょぎってなってたり、エアロの、それがこの真ん中に大抵こうねじ切りが用意されてて、こういうのつけれるようになったんですよ。用例用のフレームが置いてありますよ。知らんかった。うん、はい、渡します。あ、シュララスターさんですね。はい。あ、そっか、今回イベントやるんですよね。そうそうそうですね。洗車の仕方のやつやんですね。楽しみです。こんにちは。あ、そう、イベントをされる方ですね。はい。はい、娘です。甲州街道だけ買った。あ、そうなんです。あ、そうなんですね。あ、あ、はい。そんなことがあったんですか。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、娘で、あの今 ZIPFM のナビゲーターとかしてて、まあ、自転車も乗ってんですけど、ラジオのお仕事してる。 ZIPFM って愛知の東海地区で使われてるんですけど、そうそうそう、そう、そういうやつです。はい、よろしくお願いします。うーす。ありがとうございます。やっぱ地元やでね。はい、そうですね。盛り上がっております。期待しております。はい、今日は何、カバン忘れてない？大丈夫。今日は素晴らしい武器がいっぱいあるんで。あ、そうですね。持ってください。持ってきたんですね。持ってくるかもって言ってたやつ。そうそうそう。じゃあ見に行きます。世界初公開です。マジっすか？マジで世界初公開。マジっすか？世界で1台なんです。あ、1台なのね。まだコンセプト的な部分で、発売前の、全然金型作る前の、そういう感じで、あ、なるほどなるほど、それは乗れないやつなんですね。乗れないやつですね。なるほどね。まあ京都テストとかで使ったやつなんですけど、うん、あ、はい、そのやつも送ってもらって、これから来るぞってやつね。あ、それは楽しみですね。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ後で行きます。はい、ベスビューですね。はい、そうそうそう、ベスビュー、AI 搭載って言ってたのが、あれだったかな、これだ、 AI 搭載ってこれでしたっけ、あっちでしたっけ、あれだ、あの変わった形してるやつ、あ、これです。はい、あのチェンジとかそういったのをなんか自動的にやってくれるんじゃなかったかな、うん、そう、だから
なあの見えないですよ、中でやってるから。ああ、うん、なるほど。そうそうそう、うん、そう。ヘルメットも可愛い、ね、ヘルメットみたい。フェルト、あフェルト、フェルトすげえな、このデザイン すごいな、これ。フェルトでこのマークはな、 R のような A のような V のような、どういうあれなんだろう、うん、変わったマークですね。すごい、これインパクトありますね。こっちもでラメ入ってるし、ね、なかなか凝ってるなぁ。塗装始まったね。始まった、はい、オープンしました。はい、あこちら、あ三宅さん今回もいらっしゃってたんですね。そう、またここはね人だかりになると思います。オープンしたんで、よろしくお願いします。山猫バイクさんです。はい、おはようございます。はい、アテンド兄さんいますよ。おはようございます。はい、こっちで、ミナルさんこっちだわ。そう、はい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 、日本の過酷なチャレンジ系。あの伊勢湾と駿河湾でちょうど日本が一番くぼんでるんですよ、はい、だからあの日本横断が唯一できるのはここなんですよ、おお、はい、これで何キロあるんですか距離。100、200、あ、300、300。そう、もうちょっと距離の僕はね実は苦手なんですよ。なんで苦手かっていうと、な、怖いの。暗闇に突っ込んでいくような気分になるとかね。多分どっちも日中で行けちゃう。ああ、そうなんですね。一泊二日だから、うん、ああ一泊二日の、日没までには帰ってこれる。これ宿泊費込みでこんな感じなんです、ね、ああ いいですね、これはいいですね。ゴールデンウィーク妻が厳しいからな。それそこさえね、もし空いてる、そうそう、そこさえ OK だったら、うん、意外とねどっか行こうみたいな系になるんで、はい、わかりました、覚えしときます。ね、あのコースも、はい、あ、はい、広げてって、これよく見るやつ、なるほど、ね、うん、ブロックスタートで、で、あの流しもこういろいろ回るっていうことで、あ、はい、あ、けどね、うん、こうね、東海地区もこういうのが必要なのよ。そうなんです、うん、これ何、サイクリングロードみたいな感じ。サイクリングロードではないんだけど、ただもう結構ほぼ車いないとこ選んで、ですよね、この辺なんかもう全然う全くいないで、あとちょっとヒルクライムあったり、あー、はいはいはい、あの二の瀬じゃなくて二の瀬の手前で、うん、めちゃめちゃ綺麗なところ、ね、こっちは間違いなく参加いけそうな感じはするな、うん、で、ブロック確かブロック47で、はい、毎月第3土曜日、はい、に何かしらのイベントやってます。ああ、はい、で今月は、まあ、今日が第3になっちゃったので、ああ、なるほど、あのずらし一周ずらして来週やるんですけど、はい、いいっすね、季節に合わせて大体80キロから100キロぐらい、はい、おお、みんなで、おお、ひらりはちょっと練習してからぐらいね。ひらりは多分あれだよ、最近ちょっとそこまで乗ってないからね。そう、後ろに、あ、で逆にそういうひらりちゃん用はもうちょっと短い、あ、はい、50キロ、あ、いいじゃん、あ、ちょうどいい、ちょうどいい、それは、うん、ちょっと折ってしまう、よろしくお願いします。はい、早速だね、だってもう並ぶから最初に、はい、オープンしたばっかりなんですけど、もうこの状態です。773のところはもうこんな感じになってます。ありがとうございます。もうね、みんなこう773のところに直行ですよ。はい、ビチュアモの前に来ましたけど、もうねやっぱり掘り出しもん狙いで皆さん来てますね。分かってます、皆さん分かってますね。あとこちらはあれかな、市場で並んでる感じかな、えらいことになっております。もう賑わってますね、この感じですよね、やっぱりこう来なくっちゃって感じは。あ、おはようございます。おはようございます。
はい、カブト、来ました。カブトもミックス使ってますよ。はい、アミノバイタルです。キャンプは後でまたたびさんと一緒に来ようか、ね。うぃす、赤亀さんです。すごい本格的なカメラ。そう、いつもね、なんでこんなでかいカメラ持っとんねんぐらいのカメラ。ありがとうございます。富士山アポロ、へぇ、ハイチュウ、あ、もも富士山ハイチュウ、へぇ、すごい、重たくないですか。重いって重いですよね。さらに70リットルも、70リットル、これな水が入ってるの。すごい。あ、そうそう、この間ね、大阪から東京まで、1日で走る、1日っていうかね、走る、キャノンボールというやつを、寒かった、ね、寒い時期だもんね、そうそうそう、そうなんですよ。結構そういうことをね、よくやる。すごいこの人なんでこんなに飲んのみたいな。そう、一日中ズイフトやってるとかね。そういう人です。ではでは、はい、また、このサイクルショップ、リベイさん、リベイさん、リベルって書いてリベイさん。これお店の名前なんです。これリベイ、このブランドはミリベラってブランドで。あ、はい、はい、なるほど。で、まあ、ひらがなではリベイって書いてあるっていう感じなんですね。そうですね、はい、なるほど。ひらがなです、はい、書いてます。どちらのショップなんですか。リベイでは奈良ですね。あ、奈良なんですか、はい、なるほど、すごい、ね、かわいいですね、彼女が全部デザインもしていて。あ、じゃあ、基本的に全部女性向けみたいな感じなんですね。あのメンズが今期から受注でやってるんですけど、基本ここにあるのはもう全部レディースでやってます。すごい、はい、うん、そう、女の人のがね、うん、そうそうなんです。そう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 、はい、かわいいですね。これが前のモデルで、ちょっとプライスを下げてる形です。あ、はいはい、なるほどなるほど、あ、じゃあ結構前からやってらっしゃるんですか。3年ぐらいですかね。でも3年ぐらい、はい、立ち上げてから3年ぐらい。なるほど、すごい、すごいかわいいですよこれ。ちょっとね、他のメーカーと違って、ですよね。こういう色使いはないですよね。なんかですよね、ね、うん、ね、はい、ありがとうございます。こういうのもあるんだ、全部自転車関連です。もう自転車あふれてる。こんにちは。かわいいね。あ、そうなんです。はい、はい、今回はね、サイクルスポーツデイズのオープン1時間前からオープンするまでの間の様子を、お届けいたしました。いかがでしたでしょうか。今回の動画ね、面白かったな、参考になったなって方はぜひグッドマークよろしくお願いします。チャンネル登録まだの方よろしくお願いします。ではバイバーイ。アニマルランドでは他にもいろんな動画、こんなのやこんなの公開しています。チャンネル登録はこちらまでよろしくお願いします。ああ、もう少し、もう少し、ああ。